古の年代記を見つけた。そして次のような下りが目に留まった。暗黒の時の流れの中で呪われた者どもが横行し、神々はサラファンを送り出した。神々への絶対的な忠誠心を持ち、完膚なきまでにヴァンパイアを打ち負かす者たち。彼らは聖なる柱を守る勇者。マレックの指示により数々の勝利を手にした。ヴァンパイアの魂は炎で浄化され、安息の地へと解き放たれた。正義感に駆られた怒りほど強いものはない。もう十分だ。これ以上読む気にはなれなかった。ギロチンの刃には生乾きの血がついている。松明の明かりで輝いているこの盾は新しいものだ。紋章に見覚えはない。この紋章は昔見た覚えがある。ウィレンドルフの王の印だ。腐食した盾には血痕と傷が残っている。妙だ。この鎧兜はマレックのものと似ている。そう古くないもので、汚れや錆もついていない。お前は貴族で答えを探している。死が教えてくれるだろう。ご託はいい。答えが欲しいんだ。答えが欲しいのか。わしはどんな質問にも答えられるが、お前の尋ねたいこととは一体どんなことだ。オタマール王はネメシスの軍隊を倒す唯一の希望だったのだ。オタマール王は姫が死んだために気力を失っている。オタマール王はもう役立たずだ。祈ることだな。さあ何を尋ねたい。まったくブツブツと口うるさいクソジジイだな。さあ答えろ。マレックとは誰だ。どうすれば倒せる。そう慌てるな愚か者よ。そうだ、時間だよ。時間を支配できなければ逆に時間に支配される。さてお前の質問に答えてやろう。マレックは戦いの神、サラファンの9人の神々の一人だ。だが力を過信したためにヴァンパイア・バラドールに打ちのめされたのだ。そしてマレックは悪魔の鎧の中に魂を吸い込まれてしまった。バラドールは神々の一人を手にかけた。バラドールとは何者だ。キツネ火の輝きに従ってテルマガントの森を目指すのだ。キツネ火の輝きだと。キツネ火の輝きが地獄への道しるべだ貴族よ。お前のためには。時間だケイン。また会おう。敵は突然動けなくなる。凍りついたように全身が固まってしまう。時に恐怖感は血をとても甘くする。
You